はい、新年明けましておめでとうございます。ということで、今、新年迎えまして、1月の3日でございます。初投稿と、2015年の初投稿となります。ですね、2015年ね、ということなんで、新年新たにですね、動画のタイトルを、変更いたします。新潟人の、酒好きな新潟人の飲酒動画みたいな感じになってるかと思います。まあ、そこら辺はね、後々考えましょう。ということで、またね、今年も飲んでいきたいと思います。はい。ということで、今回飲んでいくのは、太陽盛りという日本酒です。新潟のね、日本酒を早速ね、飲んでいきたいと思います。こちらは、太陽酒造株式会社。こちら製造年月日がですね、なんと2013年の10月となっておりまして、1年と2、3ヶ月、1年3ヶ月ぐらい経っております。すでに黄色いです。まあ、ね、まあ未開封なんで大丈夫でしょうという話です。ね、こちらは、新潟県の村上市にある、酒造となってますね。かなり近いですね、俺もね。原材料名が米かっこ新潟県産と米麹かっこ新潟県産米と、醸造アルコールで、アルコール度数が15度となってます。それではですね、まあ、新年一発目も、まあ、ね、動画をね、まあ、たくさん上げていきたいんですが、多分ですね、新年はですね、まあ、今年は多分あんまり動画は上げられないかと思います。なぜかというと、どうでね、酒がですね、あり余ってですね、大変な量になってまして、ね、ここら辺にね、酒が腐るほどあるんですが、100本以上ありまして、まあ、開けたやつね、含めると100本以上あるんで、ちょっとですね、それ消化していかないとですね、足の踏み場がなくなってくるので、本当に消化していかないと大変なことになるので、多分1日1動画は多分無理です。ということでね、まあいいや、飲んでいきましょう。乾杯。まあ1日ね、1動画は多分無理だと。だから今年は150本か200本ぐらいしか多分上げられないと思いますね。まあ、そこら辺はね、ご了承いただきたいと。本当に特にウイスキーが大量に残ってる。これをね、消化していかないと、マジで、まあ、酒に溢れ返るので、本当にね、足の踏み場がないんで、無理なんです。太陽盛り。結構美味しいですね。なんか、辛口。辛口ですね。甘くない。ただ、若干、あれがあるな。若干、米の味がするんで、米の味っていうか、まあ、甘さかな。太陽盛り。まあ、甘さがないと言いましたけど、あれ嘘です。結構甘いかな。若干甘いかな。日本酒度がプラス4だそうです。原材料米が、500万石などと書いてありますね。サイトに見ると、精米歩合が60%。普通酒でも結構60%か。結構あれだな。ちょっと甘いかな。ちょっとほんのちょっと甘い。
あ、やっぱり、精米部合 60% の全国でもハイレベルな普通酒だって。確かにちょっと思ったけどね、普通酒で精米部合 60% って結構すごいなと思ったんですけど。だいたい普通酒って 65% ぐらいですよね。淡麗で飲み飽きしない清酒となってます。確かに淡麗。淡麗、うん。癖がないというか、コクがないというか、悪い意味で、いい意味で癖がないというか、コクがないですね。ただちょっと甘いかな。辛口ということでもないですけど、淡麗なのは淡麗かな。うん。うん。淡麗は淡麗ですね。結構美味しいです。うん。うん。まあ、これ適当、なんかね、俺のね、地元に非常にカップ酒が大量にね、種類が豊富な店がありまして、そこの酒屋が、でね、買ってるんですけど、本当にいっぱいあってね、カップ酒が、かなり助かってますけど。まあ、うん。まあ、それなりに美味しい。けど、まあ、まずくはないですね。うん。日本酒って俺結構嫌いな部類が多くて、結構まずかったりすると嫌になるんで、カップ酒をね、本当にカップ酒しかほとんど買わないんですけど。うん。カップ酒でね、まあ、こう味、を見て、うまかったら、まあ、720ml を買うみたいな感じで。まあ、一升瓶はなかなか買わないですね。うん。うん、でも、癖が変な癖なくて、結構美味しめの、うん。全然美味しい。うん。うん。うん。結構美味しいですね。まあ今年ですね、1月1日にいろいろね、ゲームが好きなんでゲームを買いまくってきてですね。もう何本買ったんだ。12本ぐらい買ってきて、ゲオの半額セールをね、ちょこっとね、2日間2回行って、まあ、12本買ってきたわけなんですけど。で、今やってるのがこの、ニューラブプラス。ね。こちら。こちらをね、まあ、500円ぐらいで、違う。700、800円ぐらいで買って、やっております。で、他には、買ってきたのは、まだやってないか。まあ、やってないんですけど、ディシディアのね、01に、ね、と、ジジェネレーションオーバーワールドを買い、そして、あ、そう、ビータ TV も買ったんですよね。ビータ TV ね。ビータ TV をね、まあ、買ったんですけど。で、あと、昨日ですね。あれどこ行った？
昨日ですね、また行ってきて、ゲオに行ってきてですね。こちら。証拠にもなくラブプラスプラスを買ってきて。DS のやつね。これがなんと値段がクソ安くて500円、480円のところをですね、半額セールだったんで、240円で買ったという。しかも新品同様の、もうほとんど無傷のね、ピッカピカのね、状態。そしてね、開けて、起動してみるとですね、なんと、普通中古品なんで、これ中古なんですけど、データが入ってるんですが、入ってなかったんで、ね。ほとんど新古品みたいな。で、あと、これも買いましたね。メダルトセブン。これが500円ぐらいで買ったな。まあ、全部で本当に13本ぐらい買ったか。まあ、あと、プレステ2のね、FF12 とか。あと、プレステ2のソフト全部半額だったね。片っ端からね、持ってないやつをね、バババーっと買いまくって。アーマードコア2とか3とかね。買っていたわけですが、まあ、やることは本当にあるのか、という話なんですけどね。まあ、また今年もね、まあ、生放送、まあ、ニコニコ生放送やってますけども、ニコ生でね、まあゲームをね、配信しつつ、まあこちらでは酒動画を撮りつつ、まあ美味しく酒が飲めればね、まあいい年になるんじゃないかなと。そんな年になり、だってもらいたいですね。ということで、2015年になりました。2015年になりましたんで、ね、1月の3日です。今日は。今日は休み。コクはないな。甘みもないな。まあ、微妙にあるか。香りもあんまないな。おすすめが、まあ、三つ星ってとこかな。まあ、四つ星とまではいかんけども。まあ、三つ星ってとこで。2323です。ご視聴ありがとうございました。